まあ、いっぱい並べたけど、今から何をするのかというと、うちのミステリーボーイ、売り子ちゃん、一人留守番させてみたら、どんな行動を取るのか。高いとこ好きだから、こういうところに乗って待ってるのか、またこの上なのか。ここの上なのか。意外とああいう段ボールの中も好きだから、もう入っちゃってるからね。あそこの中で。意外とこういうとこに入るのか。それともこれを崩すのか。このベッドの上に乗るのか、うん。意外とそこにちょこんと座るのか。さあ。またまた何もしないのか。うん、ミステリーだから読めない。まあうん、蜂とモッちゃんは。一人で留守番っていうのはあったけど、うん、そこから下の子はみんな留守番してないから、一人でね、うん、ちょっとね、もっちゃんまで入ってるペヤングに。どういうこと、
焦ったのウリンコ。ごめんごめんごめんねウリンコ。焦ったんか。そうか、灯しまってるのをもう分かって、あの上から来たのかな。だと分かってないで来たのかな。あそこまずあそこに置いていかれないように、あっちの方に行ってるじゃん。閉まってるとか、ね。ああ、そうか。ジャンプで飛び越えれないから。すごいね。キッチンのとこから大きい。すごいねウリン。してんだろ、うんこ。おい、マロ、大丈夫？ちょっと待っとってな。また来てるんだ、おりんこ。おりんこちゃん、おいで。